なるほどね。ようお前ら出れたということで、今回なんですけど、今回はですね、なんと、タイトルを見て分かれてる、噛んじゃった。タイトルを見て分かる通り、これなんで誰もとりあえずボタンを、ナイス！危ないな、もう。セーフ。さあ、ということで、タイトルを見て分かる通り、皆さんこちら見てください。なんとね、僕がいるんだよ。もう僕の偽物がいるんだよ。しかも見て、洋服一緒なの。ちょっとね、今回は、この偽物の真相を暴いていこうと思います。はい。いや、なんかね、割と今までの動画で、偽物とか、なりすましとかを見つけてはね、ストーカーしてきたんですけど、さあ、果たしてね、今回どんな人なのかと、ま、とりあえずタスクやっていきますか。どんどん。僕ね、クルーで役職なんもないからね、もう考察に徹するしかないね。グレーと赤がいますと。はいはい。ま、ここのタスクやりますか。はいはい。おっと、白選手がいるぞ。赤いなくなってる。白もいなくなった。ちょっとみんな足速くない？どこ行った？あ、ちなみに僕のアモンガスが好きな子は、高評価チャンネル登録してってね。どこ？みんなどこって言ってる。あ、でもなんかこの子さ、別になんか僕のなりすまししてるわけじゃなさそう。犬っす。半分から右しか行ってないな。まあ、右側で見た人は結構無理そうだけど、この部屋どこどこすごい。わかる。最終酸素。白酸素いたんだ。まあ。赤上から来てたけどどっから来たっつってるね。最終電気。グレーはあってそう。最終石油前。今回左回りだけどリアクターまでオレンジとほぼ一緒にいた。なるほど。なんかめっちゃ、僕みたいじゃない？え？このピンクわかる？なんか、僕さ、なんか普通にアモンガスやってる時にさ、冷静に報告するんだけど、この子冷静だね。グレー歴にいた。席の扉閉まってたし、弁当かなと。閉まってたんだ。シンプルに、セルフもありそう。ただき言っとこう。なんかバナナケール言わないしな。まあ。一応ね、他の人が結構死にし合ってるから、セルフもありえそうだけど。確かにバナナ初手左で最後イメス発見なの。確かに。どういう経路だ、それ戻ってったってことだよね。てか赤答えてよ、どっから来たのと。タンもエレキなんだよな。嘘。グレーとタンが今、互いにエレキいたのに死にし合ってないってことなのかな。オレンジより先にリアクターは出たから、オレンジはほぼ無理かなと。いいね、このテレト君。このテレト君。冷静に無理な位置の人を言ってるのいいね。そういえばバナナオレンジ初手左だったと。後から保管庫。結構、セルフ臭いけど、どうなの？バナナケールはって聞かれてる。この人すごいな、スキンが。バナナカフェテリアからそのまま左。イムッスにずっといたの。それとも戻ったの？これどうなんだろうね。とりあえず買ってきたスターバックスを飲んで、とりあえずゆっくりバナナの返答を待っときます。その後セキュリティと、石油まで行って戻るか？仮にイムスの1分タスクやってたとしても、まだ1分は経ってなかったはずだから、僕的にバナナ結構怪しいけどね。なんかもっとちゃんと経路を落としたりとか、これこれこうだからこういう立ち回りしたとか言うべきだね。こっちタスクないから一回イムス行っとくか。グレー、青、ローズ。扉閉まるの結構ベストタイミングだな、これ。まあ、多分さすがに会議ボタン入っちゃうと思うけど、スキャンだけしちゃいたいなぁ、これ。無理ですよね。まあでもこれ以上詰めることもないけどね。一旦戻ったってバナナが言ってるんだけど、一旦戻ったってかなり怪しいけど、今浮いてんのはごめんさっきの冷たいと。絶対十字路周りのタスクやりたいはずなのに、イムまで戻るのは謎すぎる。ね、これどうなんだろうね。オレンジは最後の方赤方面行ったんだっけ。イムスでタスクしただけ。なら初手から今入るくない？一分タスクとかなら、なおさら。まあこれ一応バナナがね、今2レベだから、普通に初心者で、左の方バーって行って、セキュリティで配線タスクして、あ、イムスにもタスクあったって言って、戻ったっていう可能性もあるけど、どうなんだろう。イムスって言ってもイムス前の通路だから。オレンジは初手左原子炉だけどバナナは見ていないと。おっと？ってことはバナナはそもそも、イムスにずっといたのかな？おかしい。おかしいと思うけどな、これは。最初イムにシアンとバナナを置いて左、原子炉でタスク、最終石油前と。
で、今回水色が死んでるんでしょう。初手左一緒に行ったけど、何のタスクして最終的に無視で発見したの、バナナ。いいね、具体的に質問してるね。このテレト君なんか強くない？なんか僕よりも強い気がするんだけど。あと、イムスにしたいって言ったのに、イムス前の通路っつってるんだよな。まずカフェからイムス行きます。その後、セキュリティ行きます。その後、カフェテリア行こうとした時にイムスの間にしたい。さっきと言ってること違うね。もうそのまま言っとくわ。オレンジの発言に合わせた感じがすごい。早くしろ。やばい。やばい、このローズ。怖いんだけど。まあ僕、普通にバナナ入れちゃおっかな。あ、待って、これ通らないか。さすがにびっくりした。まあ、通ってもいいんだけど、僕的には、なんか焦り方とか、なんかタスクをやる明確な目標とか、の立ち回りを感じられなかったから、ほら、左行こうとしてるもん、また。結構バナナで見ていいと思うけどな、これ。怖いからこっち行こう。はい、まずゴミ箱タスクやります。僕なんかタスクこっちにある、ん？あ、これもう一回パターンのやつか。はい、ナイス。シールドタスクやりきりたいけど、これはリアクターかな？さすがに急ごう。キルされちゃうかもしれないからね。あ、ローズ選手がいた。大丈夫、ローズ。はい、こっちに来なさい。右に行ったら誰かに食われるぞ。絶対。はい、はい。バナナオレンジ。What？ グレーベントだけど、多分偽物だよね。リアクターの上。露骨にみんながいる前でキルしてった。最初電気室とグレー偽物だと思う。今ここにいなかった人、誰だ？ターンはいたでしょ。で、グレーとバナナがエレキで死にし合ってるんだったら、ピンクしかなくない？ピンクはリアクターいけてない。エレキの二人が本当にいるなら、ピンク以外は死にしてる。これピンク、やったか？シェープシフター。ターンリアロング。そうだね、ターンやってたね。タスクでこずってエレキ長かった。最初は原子炉。バナナは見てたね。赤バナナ、青、原子炉直し、赤じゃなオレンジ。ソテ保管庫からシールド行って、酸素でゴミ捨て。最終保管庫のゴミ捨て。いや、これおそらくピンクだろうな。死人ないの、ピンクだから、シェープだと思う。怪しい人一人ぐらい釣ってもいいと思うけど、バナナとグレーはローズ死にあるのと、ローズは保管庫に置いてきてるから、自分が死にある。自分より後ろにいるから、キルは無理。最初下に行く人たちで右側に行ってるの見られてると思うけど、弁当使えば間に合うよ。多分アッパーの弁当から来たんでしょう、ピンク。なんか発言の仕方めっちゃ僕に似てない？なんか自分と討論してるみたいな感じなんだけど、グレー抜けたのか。あ、これピンク入れ切りたいな。ピンク入れたってとこ、さすがに釣れるか。ナイス。いや、これは100そうだね。はい、ピンク釣れました。危ねえ、これ。僕が、ちゃんと死人なかったら、多分釣り切れてなかったね、今回。勝ったぞ！テルト君に！さあ、ちょっとあと犬と、エレキのタスクだから、やるか。まあ、おそらくね、バナナだとは思うんだけど、もうこれリアクター無視します。はい。ナイス！そう、みんなの方寄っとくか。一応。え？うわー、見えなかったー！見えなかった1秒前。十字路。リアクターの弁当に逃げてった。うわ、ギリギリ見えなかったなぁ。最終欲しい、みんな。原子炉でタスクしてた。最終電気寸前通路と、ロアになれ最終下部。お、オレンジいるね。ローズどこにいたんだろう。聞いてみよう。タンがアドミン見てたのか。え、最終リア2、ロア2。なるほどね。弁当掃除か。上の弁当かな。なるほど。ローズ途中原子炉に見ましたけど、タスクしてました。ふんふんふん。バナナがリアクター最後に出た？これらアッパー経由で通路。そう、アッパーから。リアクターって何ですか？原子炉。ロア二人動かないのであれば、ほぼバナナつっとこう。え、今回さ、ローズが、リアクターで一人でベント掃除したんでしょ？で、タンがアドミンでしょ？で、僕通報者で、ロアにオレンジがいたと。で、あとバナナでしょ？オレンジはバナナ見た。エレキに行くの。すれ違ってない。じゃあ、バナナだね、と。アッパーから来たの、発言あったし、タンは本当に、アドミンにいたと思う。カブエンジンでタスクしてたんでワンチャン見えなかったかと。これバナナ入れちゃいまーす。まあ、最初の、セルフ説とか、経路めちゃくちゃなやつもあったからな。さすがに釣れるでしょう。まあ、これで釣れなかったら、ローズがめちゃくちゃうまいかもどっちかだと思うんだけど、さすがにバナナじゃない？よし、ナイス！ふぅー！やったー！
勝ったねー。わーい、これ鋭すぎた。バナナ結構矛盾してた。そりゃそう。はい、ということでみんな今回の動画どうだったかな。今回さ、割とスムーズに二人とも当てられたね。バナナ最終的に当てたし、コーラルもかなりちゃんと視認してからの考察だったから、割と神試合だったんじゃないかな。そしてね、偽物のテルト君は、普通に上手くて、いいテルト君でした。はい。なんか普通にちゃんと、インポスターしてたよね。まあ、だけど、偽物のテルト君をね、本物が上回りましたよと。はい、ということで、この動画が面白いなと思った子は、ぜひチャンネル登録、高評価、動画の通知登録よろしくお願いします。また明日見たいよっていう子はコメントたくさん待ってるね。それではまた明日の動画でお会いしましょう。じゃあな、偽物。